語用論、語用論、語用論。A. プラグマティックスとは言語学の一分野で、言語表現とそれを用いる使用者や文脈との関係を研究する分野である。運用論とも言う。自然言語は一般に発話された場面によって指示対象が変わる。あなた、ここ、明日などの時期示せ表現、大屈しを持つ。また、例えば、すみません。今いつかわかりますか という発話は、形式の上では、イエス、ノー疑問文であるが、意図されている内容は明らかに時刻を教えて欲しいという依頼である。これらの現象が、語用論の研究対象となる。語用論は1960年代の哲学者、ジョン・エル・オースティンの発話行為の研究に橋を発し、ジョン・サールによる適切性条件の議論や、ポール・グライスによる協調の原理の解明によって、 一定の到達点にした。その後は、グライスの理論を批判的に継承したディアドリ・ウィルソンとダンス・ペルベルによる関連性理論と呼ばれる枠組みが展開されている。御用論は、統合論などの研究者から見れば、枝葉の研究と見なされがちである一方、実際の仕様と切り離して、文法や意味の理解に至ることはできないという立場を取る研究者もいる。 ジョン・エル・オースティンは、言語表現が命令、依頼、約束などの機能を果たす側面に注目し、初めて体系的な議論を行った。オースティンは、命じる、誓うのように、それを用いること自体で何らかの行為が実行される、動詞を、遂行動詞と呼び、遂行動詞の用いられていない文について隠れた、遂行的機能を明らかにすることを、遂行分析として定式化した。 オースティンはまた、話すこと自体を発語行為、それによって行われる、命令、約束などの行為を、発語内行為、それによって、間接的に引き起こされる行為を、発語媒介行為として区別し、言語表現が持つ、発話内行為を引き起こす力を指して、発語内行力と呼んだ。オースティンの研究を継承して、発話行為の分析を行ったのが、ジョン・サールである。サールは、 現実の会話において、重要なのは、真理ではなくその状況における適切性であるとし、命題内容条件、準備条件、誠実性条件、本質条件の4つからなる適切性条件を提案した。サールによれば、今いつかわかりますかという発話は、相手が時刻を伝えることが可能であるという、適切条件の成立を確認することで、実際には、 時間を教えてくれという依頼関節発話行為として機能する。ポールグライスは言語表現が間接的に果たす機能を説明する協調の原理を提案し今日の御用論の基礎を作り上げた。協調の原理は次の4つの会話の行為からなる。これらの行為は会話の参加者が情報を効果的に伝達しようとしている場合に守られていると仮定されるものである。 例えば、今いくら持っていると聞かれて、実際には1200円持っているにもかかわらず、200円持っていると答えた場合、論理的にはまであるが、質の行理に違反しているために不適切な発話となる。また、例えば、カラオケ行かないと聞いて、明日試験なんだと言われた場合、相手が会話に協力的であると考えるならば、関連性の小理に基づいて、試験が、 カラオケに行けない理由であることが推論される。話し手の発話が会話の行為に沿って解釈できない場合は会話に協力的でないか、あるいは冗談としてみなされる。ジョフリー・リーチはこれを発展させ、新たに丁寧さの行為を導入して、敬語や皮肉表現などの分析を行った。関連性理論は、ディアドリー・ウィルソンとダンス・ペールベルが1986年に提唱した理論で、 グライスの理論では曖昧であった関連性を理論の中心に据え意図的な情報伝達とはそれが最適な関連性を持つということを伝達するものであるとする理論である最適な関連性とはできるだけ少ない労力で最大の情報が得られることを指しているまた表意と呼ばれる文字通りの意味とそこから得られる推移と呼ばれる言いたいこととの区別を厳密に定式化している 一部の形式意味論では文を超えた現象を扱うこともあり、意味論と語用論の境界はそれほど明確ではない。また、認知言語学の立場では、文脈を離れた言語の命題的意味を切り離すことはできなと考えることが多い。また、表現の背後にある意図を読み取ることは、コンピュータによる自然言語理解にとっても究極的な課題の一つである。また、 中間言語語用論というものも存在する。中間言語とは、大二言語を習得中の未完成の状態を指す。この大二言語の感覚で、語用論を使用するとなると、言語能力には長けているが、その国の文化背景や、言語のルールを知らないため、例えば、バッテリーが上がったは切れたという意味を指すが、意味論では、文字通り上に上がると、解釈できるため、 外国人日本語学習者には感覚のズレが生じる可能性が高い。意図する内容が違う形で伝達されるものを指す。例えば、日本語で、くださいは、場合によっては命令語になる可能性が高いが、敬語が使用されているため、配慮で使ったつもりが、かえって命令型に聞こえてしまい、誤解を伴う場合を指す。これを有害な中間言語ご用論。 有害なプラグマティックトランスファーと呼ぶ。これは、イコマ、シムラ、1993年論文で唱えられた名称である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。